ここでいいか。夜なったの。寝てくればよかったな。ここに来るわけか。確かにここ通れなかったもんな。花ちゃん、正しいもの。
失望したわ。犬、猫、誰とも喧嘩したく。クロスヘア、どこへ。ああ、ここってあれだ。フライトのダンジョンのエテルナ。いたわね。誰かいるの？ああ！落ちちゃった。何もいじってないつもりだけどな。これじゃないのか。
ああ、こんな設定あったんだ。逃がさないよ。やっぱこれだよな、おかしいな。一回外すか。いた。うわ、相手じゃないわ。じゃないわ。やっぱりこれ召喚されたやつだ。相手じゃないわ。やめて。また召喚した。それだけ。
どこ行った？相手じゃないわ。召喚の弓の召喚巻いて。息の根を止めてやる。このマップダメでしょ。相手じゃないわ。
危ない。学習アイテムとかあったりしないの？クエスト MOD ダム。こっちも発掘現場ないかな。ありそう。宝箱入りました。これ強くないから30分延長しました。これ強そうだ。ファックス、電話出ないのか。この上に行けないのか。
誰かいるの？さあ、死ね！逃がさない。鈍いわね。こんなの楽勝よ。見つけたわよ。誰かいるの？うないのか。84。客までまだか。狼の星取ってみるか。なかなか面白いな。おめでとう。
敵に取り囲まれるのは愚か者のすることよ。全くその通り。フォルマ、お前は死んだも同然よ。これが望みでしょ。止めてやる。病気にかかっちゃう。これで息の根を止めてやる。さあ、早く。あなたには負けたわ。これでとどめだ。あなたの勝ちよ。降参するわ。相手じゃないわ。怒ってよ。Thank you.
何もないですね。コバエ、ファルメで。ゼルバンニの弓はデザインがいいよな。まだこっちに来てとか。あれ、ここに入ってきて。もしかして持ってたりする。違うか。ボタンは壊れてる。ここは開いてるな。これまだどこかにあるのか。
何もない。あれ、これが まだこっちの方がいいな。こらやめなさい。死んでしまえ。そう思ったわ。まだ。ジョディさん、今のは何？誰かいるの？敵対するの。会話はできません。誰かいるの？やめて！
しとくね。失望したわ。魂吸収してるのか、これ。どこ行くの？この手だ。殺してやる。誰かいるの？これが望みでしょ？まだいるの？これ最後か。ファルメルの友。なんだそれ。魔法か。挑発しない限り攻撃してこなくなるってことは。なかなかいいな、これ。親子の魔法で溶かしたらできないのかな。やっぱりこれは安いよね。こういう仕掛けか。出れないんですけど。
ちょっと。これ、他にもあったりするんじゃないの？フェイス、バイザー。30分延長しました。なかなかの性能だ。これさ。登って。どうやって出るの？テルダか。飛び火、顔もしびれ。これ、雪止まりなんですけど。あら？もちろんよ。これから何が起こるか楽しみで待ちきれないわ。こっち、カオル、降りてきたんだよな。
やっぱりこっちか。お入れる理由。この花っていっぱいいつ決まるんだ。カルセルも起きてるのかな。起きてる。よく来たな。Well, this is highly unusual and very interesting. It's clearly magical in nature, but like nothing I've ever seen before. There you go. This is for you. それではまた。こんにちは。Well now, would you look at that? I never imagined we'd find something like this. This is exactly what I need to complete my research. You've made an important contribution to the advancement of my research. Here, take a look at this.Consider this artifact discovered in Nishuan Zell yours. I've no use for it. スノーボード。なんかいろいろと手に入れかな。悪くない。あれ、さっきのでクエストクリアか。これなんか続きありそうだな。
レフィルでも取りに行くか。いや、この辺にあるか。フェライト。アルクンザムズ。闇の一等か。そういえば盗賊ギルドに行かないとな。これそれじゃないのか。赤鷲の剣、これやるか。まだ寝てるんだ。マルカルスは変わった。ここで商売するなら盗賊ギルドを相手することになる。私の私兵として私の一番の関心事はイグマンドの安全よ。道中フォースウォーンには気をつけてね。たしたしに構うな、役立たずが。たしたすか。あの子は帝国人だ。ずっと鉄の扱い方を教えてきたが、あの子はちっとも理解しやしない。帝国軍ではハンマーをしっかり打てないインペリアルの鍛冶師は本を読んだものさ。個人の知恵なんだろうな。もしアクラシの最後の鞘という本を見つけたら持ってきてくれないか。タシタスは実践から学んでいないようだからね。助かるよ。こんなクエストあった。健闘を祈る。見習いでも蝶つがいの一つや二つ作れると思うだろうが、タシタツは別だよ。要塞育ちでね、多くの女は誰でもある年頃になると火事場で働くんだが、成長した多くの女は要塞で暮らしていくために多くの代償を払わなくちゃならなくなる。だから軍に加わったのさ。仕事のやり方はそこで身につけたんだ。どんな代償を払うのか詳しく。ああそうだよ、多くの要塞さ、外部との接触を避けて先祖が望んだように暮らしてたんだ。でも私はそんなのが嫌で外へ出たんだよ。
どこかの身分の低い族長の3番目の女房になるなんて、まっぴらごめんだったからね。どこのオークの要塞から来たんだね。じゃあな。私は市長のお抱え鍛冶屋だ。だが、いくつかの商品を正当な値段で売ることもできる。何でもです。帝国軍に10年間、姉妹の豪座といたんです。想像できるあらゆるものを見てきましたよ。姉妹にはもう会いました？溶鉱炉の近くで鍛冶場を経営しています。ただ、彼女の見習いに話しかけて邪魔はしないでください。才能がないんでね。確か、スってやつか。何を求めているかによります。軽装は旅にはもってこいです。何しろ軽いですから。重装はずっしりきますが、真の戦士には必需品です。それなりの重装をご希望なら、我々が手を組める話があるんですが、デイドラの心臓が必要なんです。市長に新しい剣を血で冷やしてほしいと頼まれているんですよ。あなたは私に心臓を渡す。私はあなたに立派な鎧を渡す。どうですか？幸運を祈ります。このクエストやったことないぞ。最高の武器と防具だ。デイドラの心臓か。多分持ってないだろうな。ちくわ大名人。ちくわ大名人、こんばんは。また今度。これ、その他、扱いのクエストなんだ。怒らせるつもりはないけど、調子がいいようには見えないな。どこか具合が悪いのか。うんふん。具合が悪そうだって。近鉄評価。この辺の錠前を一つでもいじれば厄介なことになるぞ。サルモールの者に話しかけるとはな。光栄に思え。この殺伐とした惨めな町に私のような高貴なる血筋のエルフが生を受けると思うか。察しの通りマルカルス出身ではない。このスカイリムの片隅にサルモールの勢力を広げる目的でここに送り込まれたんだ。この町にあるタロス崇拝を根絶するのが使命だ。信仰の問題だ。サルモールはタロスを神として認めてはいない。奴はただの人間だった。我々の神としてふさわしい存在ではない。帝国は我々の信仰を認めた。
だから帝国の民には異端の信仰を排除する責任があるのだ。それにしても随分と熱心に聞いてくるな。気に入ったぞ。どうだ、今抱えている問題の解決に手を貸してはもらえないか。アレス、信者、見つけてこいって言うんでしょ。このアイテムって展示されるのかな。銀融詩人のオグマンドは尊敬されている老人だが、自宅でタロスを崇拝しているらしい。しかし市長は拘束することに及び腰なんだ。彼の家に侵入して証拠を見つけてくれないか。フード、ソリト、どんな格好をしてんの。もちろんだ。わかった、それでいい。これでよかったと思う日がきっと来る。ありがとう。必ず有効な使い方をしよう。この殺伐とした惨めな町に私のような高貴なる血筋のエルフが生を受けると思うか。察しの通り、マルカルス出身ではない。この自治領でおかしな真似をするんじゃないぞ。もちろんだ。わかった。それでいい。これでよかったと思う日が。高貴なるヘアスタイル。まったく高貴なるヘアスタイルだ。噛み合うと思ってたのに。まさか雨だったのか。サルモールの服ってどれだ。坊主頭の方が男前な顔してるな。ロン毛に合わなそう。サルモールはサロス崇拝者たちにどう対処すべきか分かっている。我々はアルドメリ自治領を統治している。エルフの救世主、大戦の勝者だ。帝国が存在しているのは我々がその存在を認めているからだ。そして自分はマルカルスの首長にその事実を再認識させるために来ている。オブリビオンの動乱の中、サルモールはあらゆるエルフを救った。それ以来我々はこの土地を200年守っている。アルドメリ自治領を再建したのもその一環だ。ボズマーと同盟を組んでな。彼らは一般にウッドエルフと呼ばれている。我々は人間に対するエルフの優位性を証明したいと思っている。長い年月をかけて少しずつな。もちろんだ。わかった。まったく、これだからそれもいるわ。それでいい。これでよかったと思う日がきっと来る。ありがとう。必ず有効な使い方をしよう。エルフ基準の長い年月は千年単位だから今の世代は安心だな。
世代間教育ってどうなってるんだろうね。エルフの人生を徹底的に磨いてるのかな。ノルドのエルフ大虐殺から2世代渡りきってないからな。まだそんなもんなんだ。エルフからすれば祖父の仇がのさばってるレベルだからまだ新鮮な恨みですよ。確かに自分の記憶としてあるんだもん。人間からすれば歴史の教科書の中の出来事ですが、長く生きるのも考えものだな。タロス、崇拝の証拠か。あれ、写真。失礼。この家について何か知っている。時間を取らせて悪かったな。こういうちょっとした部屋、いいな。
それこそ今の鹿児島県民が沖縄県民に、あだじゃーと恨まれるレベルの、え？何か？具合の時間の開き方だもんな。グーグル、とってはなんで怒ってるの、ってことか。あれでも。人間ってエルフの奴隷じゃなかったっけ？鹿肉か羊肉の切り身はいらないかい？もちろんいるだろ。ただ会いに来たのではないことは分かってる。目的は何だ？商売は大いに繁盛してるよ。男たちを余分に雇って積み荷を手伝わせているところさ。どうデルヴィン、商売の腕は確かってわけだな。どっちもどっちってことか。やっぱり共通の敵を作るしかないな。売るのも買うのも大歓迎さ。さあ遠慮するな。友達になれて本当に。ずっと探してたんだ。あんたに直接届けるものなんてね。ちょっと待ってくれよ。レイブンロック近くで興奮した感じのダークエルフに渡された。できるだけ早く渡すようにと念を押されたよ。これでよしっと。じゃあ行くよ。ソルフセイムから届けてくれたのか。いつか銀細工師になるんだ。お父さんとお母さんみたいに。またね。またね。クワマの卵。ネズミとニックスハウンドの5匹肉使うの。黙ってネズミ食べるのか。スカトルってなんだっけ。スカトルってなんでしょう。魚かな。スカトルはやだな。確かに嫌だね。さすが、無眼。まあ、でもそれは嫌か。Don't think you can barter with me like I'm one of those damned shopkeepers. ショップキーパー。